ですね、ネットワーク構築について少しお話ししていきます。インターネットを使っていく上で重要なことは仕組みを理解しておくことですね。また仕組みを理解することによって問題が生じた際の対処法が明確になります。まずインターネットの接続口からネットワークケーブルの先をたどりましょう。モジュラージャックや光コンセントがあるはずです。そこで自分の会社またはまあそれ使っている組織の回線が光なのか ADSL なのかまたはケーブル回線なのかを理解しましょう。次に接続されている端末機器を把握して実際に図に起こしてみましょう。パソコンはもちろんのこと、プリンターやあとネットワークハードディスクなど様々な端末機器が接続されているものなんですね。中には接続されていながら埃をかぶって使われてないものもあるかもしれませんね。そういった端末機器は整理しておきましょう。また図面にすることによって全体把握につながり、問題への対処法が、それぞれ明確になるんですね。はい、それとここで重要なことがですね、それらの端末機器のメーカー名とモデル名と型番を確認することです。それらを確認することによって各端末機器が持つ機能とあと問題が生じた際の、対処法などを検索するときに役に立つんですね。最後にインターネットの入り口に近いルーターの設定を確認してください。ルーターとはインターネットとパソコンをつなぐものです。ここをしっかり理解しておくことでインターネットとパソコンの関係を理解することにつながります。以上になります。